どうも、GA です。今日もカッティング基礎練習やっていきましょう。基礎練習と言いましても、かなり前回より難易度上がってます。まずね、前回のカッティング基礎練習の1個目のやつ、1個目の動画を先にやってもらうことをお勧めいたします。サムネイルにカッティングゴールドって書いてあるやつですね。カッティングゴールドっていう名前は特に深い意味はないんですけど、たまたま金色の文字が綺麗かったんで、使いたかったんで、ゴールドにしました。まずはスローバージョン、僕が弾いたらあなたが弾く、交互のやりとりですね。コール&レスポンス、日本語で言うところのああ言えばこういうみたいな感じですかね。で、弾き方ね、それだけでは詳しくはわからないと思うので、その後補足解説をつけてます。で、その後にちょっと早いバージョン、より実践的な早いテンポでカッティングの練習ができるように作ってありますので、最後まで一緒に頑張ってみましょう。それでは VTR Q。はい、双方解説やってきます。このコードから始まります。 Em7 のルートを弾かないやつですね、はい、ベースが G ってたら G メジャーで使います。こんな感じでハンマリングするんですけど、慣れてきたらダウンの時は4弦側、上側の弦を狙って、アップの時は2弦側、下側の弦ですねを狙って弾くとキレが良くなります。で、一つ目のフレーズですね。1弦と5、6弦はミュートします。はい、2番目のフレーズも同じような感じです。はい、3番目のフレーズは単音のカッティングが出てきます。これはですね、人差し指で3弦の7フレットを押さえます。で、その人差し指で1、2弦に軽く触れる。で、人差し指の先で4弦に軽く触れる。親指で5、6弦をミュートする。この状態が作れますので、ここに薬指を足したり離したりします。こういうことです。カッティング、カッティング、カッティング。次は弦2本使って、スライドが入ります。スライドしてる間も右手の動きは止めないようにとなります。5番目のフレーズは単音のカッティングにハンマリングが入ります。しかもハンマリングするカッティングなんですけど、アップから入るので
これがちょっと難しいですね。6番目のフレーズはこれもハンマリングとプリングが入ります。続きまして7番目のフレーズ、これなるべく音を短く、これで次8番目のフレーズです。これもスライドで、この人差し指をグリグリっとするとコードにビブラートがかかったように聞こえます。コードにビブラートをかけるという動画もおすすめですので、ぜひ見てください。はい、9番目、はい、コードの中でハンマリングが入ります。小指で、はい、10番目ちょっと難しくなります。スライドとプリングをすることによって、右手の振りは16分音符のノリなんですけど、で結果として半拍3連、6連符と同じタイミングの音が生まれます。続きまして11番、2小節パターンになります。コードの中一つの音がスライドになります。12番、さらに難しくなります。腕の振りは16分ですけど、ハンマリングプリングを使って6連符のタイミングを出します。半拍3連、13番目は、はい、ブルージーなこんなフレーズですね。まあソロとかでも使えそうなフレーズですよね。はい、最後14番目は4小節になります。はい、左手のスライドを使ってこの速さを出します。次がですね、右手の動き自体が6連符の振りに変わります。ワン、ツー、スリー、フォー、人差し指でミュート状態を作っておいて、そこに1弦とか2弦、薬指と小指でこうやって弾きます。こんなフレーズです。カッティング、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 カッティング。キーを全部揃えてますので、ずらしてやれば他のキーでも対応できます。いかがでしたでしょうか。リズム練習とかカッティングの練習とかフレーズ作りの参考にしてもらえるととても嬉しいです。最後までお付き合いありがとうございました。このチャンネルでは
ギターを使った楽しいコンテンツをどんどん出していきますので、チャンネル登録グリグリ通知オンでよろしくお願いいたします。いつもご視聴してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。皆さんにとって少しでもこの動画の間いい時間になればとても嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。気づけば聞こえる。